皆さんこんにちは。大阪文化服装学院経営企画室の加藤です。本日はカンファ様主催 SDGs 導入セミナー、こちらで、プレゼンテーションの時間、機会を与えていただきありがとうございます。私の拙い話ではございますが、しばらくお付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。それではですね、まず画面共有させていただきます。はい。専門学校における SDGs アクションとはということで、タイトルを付けさせていただいています。まず、当校の、基本情報です。当校、学校法人三国学園、大阪文化服装学院という、学校名ですけれども、創立が1946年、今年で創立75年のファッションの専門学校です。学生数は現在約720名、そして設置学科は2年生から4年生まで計5学科を設置しています。はい。ではですね、まずこの SDGs アクションの取り組みのきっかけからお話をさせていただきます。直接的な取り組みとしましては、当校の卒業作品発表会がきっかけと言えます。ただ実際はですね、それ以前より学内でも SDGs への意識は年々高まっていました。例えば業界人を招いた特別講義、WWD Japan などの外部の方による講義なんかでも、コレクション情報の中に各ブランドの SDGs への姿勢などが多く含まれるようになってきていたりとか、また学生がですね、ファッションショーとかショップを企画する上でもですね、SDGs に関する内容が織り込まれることが多くなってきていました。また海外の学校との交流の中でも SDGs に関する話題が年々多くなってきていました。そんな状況の中ですね、学校としても何かしっかりした形でアクションに移さないといけないなというふうには感じておりまして、しかしですね、いざ考えると何から始めていいのか、また何を柱に取り組んでいくべきなのか、明確な答えが見つけられずにずっといたというのが正直なところです。ですね、そこでですね、SDGs といえばというところで、まず思いついたのがですね、やはり環境問題であるとか、資源の無駄の削減であるとか、ジェンダーフリーであるとか、こういった項目がパッとこう頭に浮かんでまいりました。でまずですね、2020年の卒業作品発表会、卒展というふうに言っていますけれども、ここではですね、何かやってみようと、具体的なアクションに移すことにいたしました。で実際に、この卒展の中でやったことが、こういったところです。招待状を再生紙に変更したりですね、あるいは株式会社アーバンリサーチ様と共同でグリーンダウンプロジェクトということで、ダウン製品の 回収ボックスを設置したりですね、あと学生企画として、会場にですね、レインボーフラッグを、イメージした、大きなカーペットを設置して、ジェンダーフリーを訴えかけたり、そういったことを行いました。学校としては、こういった一つ一つの取り組みが大切で、こういったアクションを積み重ねていくことが、当校のやるべきことなのかなというふうには考えていたわけです。ただですね、正直なところ、どこかで形式的になってないかということを自問する、そんな面もあったというのが、偽らざる気持ちというところです。で、この卒展ですね、この時の卒展ではですね、もう一つですね、当校の海外戦略の一環として、海外のファッションスクールから多くのゲストをお招きしていました。
4カ国9名のファッションスクール関係者を中心にゲストをお招きしたんですけども、まあ、この中にはこの左上の写真がそうなんですけども、元フェラガモのクリエイティブディレクターでマッシミリアのジョルネッティさんがいたりとか、まあ、大変ね、豪華なメンバーでした。彼らとはですね、学生作品を見ていただいたりとか、あるいは、ファッション教育について意見交換をしたりですね、まあ、大変、有意義な、交流を、まあ、図ったわけなんですけれども、まあ、皆さんに共通して感じたことが、ファッションの本質的価値、みたいなことを追求される姿勢、これが、まあ、共通で感じたことです。その作品自体もそうなんですけども、まあ、作者である学生自身にも、そのファッションとして本質的な価値を、見出せるのか、何か新しい価値を提案できているのかという、まあ、そういった視点で、見られているなっていうのを、強く感じました。まあ、この卒展ではですね、とにかく何か SDGs に関わるアクションをしてみようと、で合わせてこの国際交流ということを深めたという、まあ、機会になったわけなんですけども、まあ、ここでですね、その投稿が取り組むべき SDGs アクションとは、まあ、一体何だろうということをですね、まあ、改めて、考える、機会になりました。で、そしてそれでですね、行き着いた、一つの答えとして、まあ、投稿が取り組むべき SDGs アクション、ということは、この4番の質の高い教育をみんなにという、いわゆる、我々の本文である、教育そのものではないかなということを、こういったところに思い至ったというのが、まあ、この取り組むきっかけということになります。それではですね、まあ、我々のその本文である、教育の質を高める、新しい価値とか、本質的な価値っていうのは一体何かっていうところを、まあ、まあ、探る具体的なアクションですね、どんなことをやったのかについて少しご紹介させていただきます。こちらですね、実際にやった写真なんですけれども、まあ、この教育のアップデートということを目的にですね、学内横断型の、プロジェクトに取り組みました。ここではですね、全教職員が参加するワークショップなどを行ってですね、現状の課題であるとか、未来に向けて取り組むべきことについて、まあ、話し合いました。まあ、直近3年で何をすべきかとか、10年後の社会を想像して、どんな人材が必要なのか、今のうちから取り組むべきことは、何だろうかと、まあ、こういったことについて、議論しています。まあ、右にちょっとビジョンと育成したい人材像というのを出しましたけども、まあ、こういったことを文章化、言語化する などということも、まあ、行っています。まあ、いろいろ書いてますけれども、まあ、ビジョン、人材像、平たく言いますと、まあ、育成したい人材像っていうのは、グローバルに活躍できるクリエイティブ人材、ということになります。ちょっとここまでを改めてですね、整理をさせていただきますと、投稿の SDGs アクションというのは、クリエイティブ人材を育成する教育そのものですというところです。ではですね、このクリエイティブ人材が、社会に何をもたらすかということなんですけども、例えば長く愛用される、使い捨てではなく、本物のファッション、というものを生み出す、またはですね、持続可能な社会を実現できるビジネスモデルというのを考えつくとか、まあ、そういったところにつながってくるというふうに考えています。で、もう少しですね、ブレイクダウンしてですね、じゃあそのクリエイティブ人材って一体、どんな人材かっていうところ、まあ、これ、まあ、投稿の中の定義なんですけれども、そこもですね、現在の時流等も含めて、考えたときに、まあ、必要な要件というところが、この国際感覚とデジタルスキルですね、
この2つを合わせ持つ人材というのが、まあ、統合が定義するクリエイティブ人材、ということで定義しています。まああのまあ、基本としてはもちろん、きっちりと服作り、デザイン、そういった、基礎が分かっているっていうのが大前提になるんですけども、まあ、あの国際感覚、その上で国際感覚、デジタルスキル、こういったものを合わせ持つと、そういう人材というのを育てていきたいなというふうに考えています。まあ、まとめますと、統合の SDGs アクション、である教育、こちらの重点ポイントはこの2つ、グローバル戦略、DX 教育の推進というところを重点ポイントとして挙げています。はい、ではですね、この重点ポイントに関わる具体的な取り組みをですね、2つほどですね、紹介をさせていただければと思います。はい、でまず1つ目です。グローバル戦略に関わるアクションですね。こちらはですね、まああのまあ、長くずっと以前からやってるんですけれども、まあ、統合とイタリアのポリモーダ、との間では、提携関係にありまして、この交換留学制度というものを設置しています。この制度はですね、1年間学費免除で、ポリモーダに留学して、学生が学ぶことができるというそういう制度です。まあ、この制度は、この制度を使って、数多くの学生が今まで留学をして、海外での学びというものを経験しています。で、合わせてですね、2021年度に新設する制度として、海外留学を希望する学生を支援する奨学金制度。こちらはですね、留学を希望する在校生及び卒業生も対象にしています。で、奨学金としては100万円を上限に、これ給付ですね。貸し付けではなくて給付をすると。ですので、どんどん海外に飛び出していきたい、学生を、まあ、サポートすると、そういったことを、行っていっています。で、もう一つの、事例なんですけども、こちらがですね、ぜひ、企業の皆様にご紹介させていただければなというふうに思っている内容なんですけども、まあ、DX 教育の推進ということで、3D モデリストコースというコースをですね、この4月に新設いたします。これまあすでに、皆さんご存知だと思うんですけども、この 3D モデリストっていうのが、まあ、いわゆる従来の 2D の CAD で作図されてきたパターンをその PC 内で 3D モデルと連動させて立体の形状に仕上げるという技術を持つ、そんなクリエイターのことを指しています。この高度なスキルを持つ 3D モデリストが作成する 3DCG は本当に現物と遜色ない、現物のサンプルと遜色ないレベルまでに再現できるということで、まあ、今ですね相当注目されている、テクノロジーです。こちらをですね、統合とあと TFL という東京ファッションテクノロジーラボというですね、ファッションテック専門スクールという教育、という、まあ、言われている、まあ、そういう教育機関と提携して、これまあ全国で初めてになるんですけども、この 3D モデリストコースを立ち上げるということになりました。実際のイメージこんな感じです。2D の CAD により作成したパターンを 3D CAD ソフト、まあ、黒ですよね、で 3D にして、さらにそのグラフィックソフトを活用して、まあ、このようにですね、右の写真のように、現物レベルの 3DCG を作れるというものです。これはですね、動画にも展開できます。ちょっとデモをご覧いただくと、こんな感じです。まあ、かなり成功なんですけども、これはですね、まあ、糸をスキャンして、CG 上で、織り上げたりとかですね、編み上げたりしていますので、まあ、風合いも含めて本当にかなり本物、現物に近いという、まあ、そういうような CG になっています。
で、この 3D モデリストがもたらすメリットなんですけれども、まずですね、学生視点では、個人の人的価値の向上と、人的価値を上げることができるというところ、それと、業界視点でいうと、企画から実売までのロスですね、時間とか経費とかです。こういったところの削減に、大きく寄与するというところです。具体的には、ここに、挙げさせていただいてますけども、デザイン案から量産決定までの、検討期間の短縮であるとか、量産決定までのサンプル経費の削減と、究極的なサンプルが必要なくなると。そして、緻密な 3DCG データを活用した先行受注などによる、重要予測、こういったことができる、EC サイトでの販売に向けての、捧げに関わる、経費ですね。こういったものを削減できると、こういったところ。ですので、いわゆる、業界の DX というところにかなり寄与できる人材になるのではないかなというふうに思っています。で、この、テクノロジー自体はですね、すでに、現存しているというのもありまして、で、多くの企業さんで導入されているというふうにもお伺いしています。ただ、これを扱えるですね、パターン、デザインのことがしっかりと理解できていて、で、これを扱える、かつこれを扱える人材というのが圧倒的に不足しているというのが、現状の課題というふうにお伺いしています。で、当コースでは、この教育によって、そのファッション業界のこの DX、 この分野の、人材輩出というところに、貢献できるのではないかなというふうに思っています。はい、じゃあまとめです。投稿 SDGs、投稿の SDGs アクションは、クリエイティブ人材を育成する教育そのものです。で、国際感覚、デジタルスキルを併せ持つ人材が、ファッション業界に、上昇気流をもたらすことに、なるということを、信じて、教育改革、教育革新というのを進めてまいりたいというふうに考えています。はい、最後になりますけれども、我々専門学校というのはですね、ファッション業界への入り口を担っているというふうに思っています。企業様、それと学校がですね、タッグを組んで、若者世代にとって、入りたくなる魅力ある業界に、していかないといけないというふうに、我々は強く思っています。ぜひですね、我々の教育に関心を持っていただいてですね、で、ご意見、アドバイス等をいただく、そういった産学連携、産学交流の機会というのをできるだけ多く、作っていきたいなというふうに考えています。ぜひですね、今後とも我々の教育に、サポートいただければ、大変ありがたいというふうに思っております。はい、以上ですね、東高大阪文化服装学院の、SDGs アクションについてのご説明プレゼンテーションを終了させていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。